はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今回はですね、全くもって関係ない、酒と関係ないことについて、今酒を飲んでます。今は、現在時刻2時、AM の2時、45分。真夜中から酒を、ハイボール飲んでますが、まあそんなことはどうでもいい。現在ハマっていることを、皆様に一つ、ちょっとだけ、ね、趣味的な、自分のちょっと最近趣味になっていることを語っていきましょう。はい、こちらです。酒とは全く関係ないんですが、こちら、じゃん。これは何かっていうと、 T 字カミソリ、こうやってこういわゆるヒゲを剃るやつですね。ピャーピャーピャーって剃るやつです。こちらですね、フェザーというメーカーのポピュラーっていうアマゾンでね、売ってますが、まあ、下の方に詳細にね、URL 貼っときます。見てください。両刃のポピュラーという、まあ、カミソリですね。なんですが、値段が972円。Amazon で972円で買えます。まあ、こちらなんですが、まあ、髭剃りですね。こうやって、髭剃るんですよ。これが何がいいかって、まあ、俺、結構髭剃りには結構凝ってまして、電動の髭剃りは使ってないんですよ。意外にも。で、電動のヒゲ剃りを使わずに、まあ、主に今まで使ったのは大体、二枚刃、といったやつ。まあ、よくある、二枚刃の T 字カミソリですね。こう、ピャーピャーピャーってやるやつ。ここに刃がこう、二枚、ピャピャって。まあ、女性の人はわかんないと思うんだけど、二枚こうなってて、ピャ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 って剃るやつですね。値段が非常に安い。で、俺非常に肌が弱くて、めちゃくちゃ弱くて、二枚刃でも、肌を普通にここら辺、ビャって切ったり、で、血がビャビャビャって出たりするんです。そんな人間がですね、こちら、を使ってみた結果です。こちら、カミソリ。こういうものを使うんですが、これ女性の方多分見ても、この動画見ても意味ないんで、ブラウザバックしてもらうとありがたいです。こちら、こういう、ね、カミソリなんですよ。すごいでしょ？この古典的なね。すごいでしょ？こっち側と、こっち側が、切れるようになってます。で、これを、まあ、ここに、URL の方には、買え刃が2枚ついてる。そのね、Amazon のやつ。これが2枚ついてるんですよ。これがね、2つついてるんですけど、これを1枚こうやって、ここにセットします。で、ここを回して、よし。こうやって、これはもう切れるようになってます。で、こうピャピャピャって切るんですけど、うん。これなんですよ。で、最近ね、まあ、髭、俺濃くはないんですけど、だいたい3日に一遍剃るぐらいなんですよ。でもね、これがね、すげえ切れんのよ。これ。
恐ろしくこの切れ味が、恐ろしいんですよ、これ。実は。本当に。これ薄さが 0.1 ミリぐらいなんですけど、これが恐ろしく切れるんです。で、海外の人とかにもすげえ絶賛されてて、フェザーの、まあ、ジャパニーズの、フェザーっていうメーカーのやつはめちゃくちゃ切れるみたいな感じで言われてまして。で、逆にね、切れすぎて、これね、実は初心者向けじゃないんです。だがしかし、まあ、初心者向けじゃないんですって言っても、まあ、初心者向けじゃないんだけど、これ普通に、これ1枚こうやってピュッて入れて、で、泡?シェービングクリームみたいなのあるじゃないですか。フォームみたいなやつ。俺それ使ってピャーってやって、泡を作って、こう、泡をこうピャーって塗ってさ、で、ピャピャピャって切るんだけど、まあ、剃るんですけど、まあ、非常に、これ1枚だと、恐ろしいほど切れるんで、なんていうかな、もう血だらけになるんですね。この辺ビャって切れたり、ビャって切れたりするんで、恐ろしく切れるんです。で特にこの切れるのが、この唇の、ここら辺が、ここら辺ですね。これが、ものすごく切れて、で、血だらけになるんです。で、初心者の方は、ぜひ守っていただきたいのは、これ2枚入ってくるんですけど、これもう一枚入ってるんですよ。そのね、フェザーの。で、これをね、2枚、まあ、アマゾンのレビューにも実はあるんですが、これ2枚ね、2枚、重ねて、これ2枚、あるじゃないですか。これを重ねるんです。重ねて、このフォルダーにセットする。これが非常にいい。ということを皆さんにお伝えしたい。で、これ2枚にするとすごいね。全然切れないんですよ。切れないっていうのは肌が切れない。血が出ないっていう意味で。うん。初心者の方はまずこれから始めた方がいい。で、そもそも、俺なんでこれにハマったかっていうと、俺もともとね、電動のカミソリっていうのが、まあ、カミソリっていうか電動のシェーバーっていうのは、まあ、使ってたんですけど、引っ越しを境に、捨てちゃったんですよ。で、さてどうしようかって考えたときに、まあ普通に、ね、ちょっと二枚刃とかのやつ使ってみるか、みたいな。T 字カミソリ、いわゆる、ね、T 字カミソリ。ほら、100円ショップとかでさ、まあ100円、まあどこでもいいんだけど、コンビニとかでもさ、こういう T 字カミソリでさ、二枚刃のやつとかさ、三枚刃とかでさ、売ってるじゃん。10本入りで、200円とかでさ、売ってるし。まあそういうことっす。それを買ってみたんです。で、剃ってみると、ああ、案外いいな、みたいな感じで。結構、入浴してるときに剃るんですけど、それがなかなかね、楽しいって思えるようになったんですね。普通、電動のシェーバーだと、こう、惰性でさ、こう、ビャービャービャーって、こう、ジャー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 って。まあ、ものの3分ぐらいで終わるじゃないですか。うん。で、それでも別にいいんだけど。意外と、シェービングクリームをこう塗って、で、二枚刃とかのやつで、こう、剃ったりするのも案外楽しいって思うようになったんです。
そっからですね。俺は、ものすごく買いました。いろいろ。T 字カミソリね。貝印っていうメーカーのやつとか。まあ、あと、シックとかもいろいろ買ったし。で、あと、まあ、フェザーのやつもいろいろ買ったし。ね。何枚は ?4 枚はとか5枚はとかもいろいろ買ったんです。でね、最終的にね、1枚刃に、俺がたどり着いたんですね。うん。1枚刃で、貝印の T 字カミソリとか、T 字カミソリとかね、貝印とかも結構クオリティ高いんです。で、まあ、女性の人には分からないと思うけど、多分女性の人にもね、ある意味分かるんじゃないか。化粧みたいなもんですよね。いかにその化粧のその、あれみたいなもんですよ。女性の人の化粧の、その、メーカーにこだわったりする人も多分いると思うんだけど、俺はよく分かんないんだけど、まあ、それと多分似たようなもんなんだろうね。それに非常に近い。俺結構こだわると、すげえ、こう、深くまで行くタイプなんで、本当にこだわって、こう一枚刃にたどり着いたんですね。まあ、女性の方知らないと思うけど、一枚刃、二枚刃、三枚刃、四枚刃、五枚刃。今多分、日本だと五枚刃まであるんですよ。で、五枚刃が一番、多分、肌の絵のダメージは少ないんだけど、あんまり反れないんですよ。で、一枚刃が一番反れるんだけど、その代わり扱いが難しくて、恐ろしく切れたり、血が出たりするんですよ。ここら辺のバシって。まあ。で、まあ、最終的に一枚刃にたどり着いたわけなんですけど。で、最終的にこの古典的なね、古典的なこの恐ろしいこの薄さ、紙一枚のまさに極薄のね、すごいでしょ。こんなまだ日本にあるんだぜ。昔のさ、昔はこういうのあったんだろうなと思うけど、今でもこういうのあるんだよね。この、ね。こんな形したね。カミソリ。これをあえて、こういうふうにこだわる。この一枚刃にこだわるっていうのを、今俺それをやってて、すげえ、こだわってんですけど、まあ、これメーカーによってもこの刃の、これはフェザーっていうメーカーの日本のね、メーカーなんだけど、これメーカーによってこの刃が、その当然メーカーによって切れ味とか違うわけじゃん。それでも違うし、で、あとこのホルダー自体、これはすっげえ安い。もう1000円以下で買える、そのさっき言った、フェザーっていうメーカーの、まあ、ホルダーなんだけど、高いやつだと8000円ぐらいするんですよ。外国のメーカーの売れてるやつだと、なんて言ったっけな。まあ、アマゾンでも買えるんだけど。鉄製の、これ、この黒い部分がプラスチックなんです。で、銀色の部分はこれ鉄なんだけど。で、そうですね。だから、アマゾンでも買えるんだけど、それもちょっと、買おうかななんて思ってるぐらいのレベルです。8000円ぐらいの。まあ、買えばも、いろいろあるし、みたいな、感じで。まあだから、まあ何が言いたいかっていうと、今は、俺、これが、割と、趣味ですね。すげえ楽しいんですよ。風呂入って、で、2日ぐらいに一遍、まあ、顔剃るんですけど、髭剃るんだけど、
その時は結構楽しくてね。楽しいんですよ。で、結構突き詰めると本当にこの一枚刃っていうのは恐ろしくすごくて。で、まあ、やっぱり深剃りができるとかね、まあ、いろいろ利点があるんですけど、やっぱり何がすごいかって、やっぱり髭剃りが楽しくなるんですよね。こういうのを使うと。本当に。マジで髭剃りが、まあ化粧が楽しくなるみたいなもん、とか、歯磨きが楽しくなるみたいなもんですね。そう、あれなんですよ。すげえ趣味みたいなもんになるんですよね。髭剃りがね。なんで、これは俺はおすすめします、これ。フェザーは、これは初心者向けのやつで、まあ初心者向けっていうか、逆に上級者向けらしいんだけど、まあ値段的にね、1000円でお釣りが来るんで、で、しかも2枚刃がついてくるんで、もうこれでいいんですよ。で、初心者の方に、これ一つだけ言っとくんだけど、こちらは、絶対に初心者の方買った人、この動画見て買った人とかは、100%、これ2枚刃がついてる。これついてきたやつなんだけど、これ、絶対に2枚、こうやって重ねて、これを、重ねて、で、ここにセットするよ。1枚だけセットすると、恐ろしく切れるんで、血だらけになること間違いなしなんです。100% 血だらけになるんですよ。初心者の人。まあ、俺でも普通に血だらけになってるんだけど。絶対やめた方がいい。で、2枚にすると、ほぼ 100% 血出ないです。俺かなり敏感肌なんですけど、それでも血出ないんで、多分大丈夫だと思います。絶対2枚重ねてセットするようにしてください。うん。で、あとなんか言おうとしたんだけどな。うん。まあ、とにかく2枚刃をセットすれば、ほぼ 100% 血は出ないんで、間違いないと思います。あと、シェービングクリームね。シェービングクリームはしっかり塗るようにしてください。うん。で、俺は、今日、もう、剃ったんですけど、もうすげえね、ここがね、電動の、さ、シェーバーで剃ったのと、明らかにこの、ツルツル感が違うんですよね。ここのツルツル感とか、ここのツルツル感とかが、すげえんですよ。これ。ツルーって、ツルツルーって感じ。ここは。うん。最初この順剃りで、こう、こう、こうで、上から下に剃る。順剃りで、剃って、その後に、逆剃りで、こう、逆にこう剃る。こうやって剃る。タイプ。こう。下から上に剃る。ってやると、本当にツルツルになるんですね。これが、すげえ。うん。マジすげえんですよ。で、一応、買えば、なんですけど、まあ、これ2枚ついてくるって言ったんですけど、こちら、20個ついてきて、これ Amazon で売ってるんだけど、1069円で売ってるんですよ。うん。かなり、安い。20枚ついてきて、この替え刃がね、20枚ついてきて、たったの1000円なんですよ。うん。これも、この良さの、これの良さですね。これって結局、両方に刃がついてるじゃないですか。これってね。両方に刃がついてるでしょ。こっち側とこっち側ね。
左右についてるんで、結局、まあ、簡単に言うと2回反れるっていうことですね。2回反れるっていう言い方もあれだけど、1枚で2枚分、まあ反れる。片側しか基本反らないから。こう反るわけね。だから、ひっくり返せば、これをひっくり返すと、もう一回カカカって反れるわけじゃん。で、まあ、そういうことっすよね。なんで、1枚で2度おいしいっていう感じなんですよ。まあ、どんぐりガムみたいな、どんぐりガム的な感じで発想でいくと、これが、Amazon で売ってるけど、これが20枚ついて、まあ、結局のところ、これが20個。これが20本ついて、これ20枚ついて、たったの1000円なんですけど、1060いくらだっけ？うん。コスパが非常に高い。ということですね。コスパが非常にいいということです。まあ、簡単に言うと、これ1枚、1000円だから20枚ついてるから。1枚50円ですね。うん。1枚これ、これ1本、これ1個、これ1個50円ってことになります。うん。で、まあ50円っていうと、まあ100円ショップとかでもよく売ってんだけど、シックとかの二枚刃。これ二本、結局ほら、刃がさ、右と左についてるから、まあ二本っていうことになるわけですよ。で、二枚刃っていうことと、だと仮定すると、二枚刃の T 字カミソリが一本50円で買えるんですよ。で、確かに、100円ショップとかでも売られてるんですけど、シックのやつが、シックの二枚刃カミソリ、T 字カミソリだと大体4本とかで100円で売ってるんですよ。うん。確かにコスパ的にはそっちの方が安い。だがしかし。うん。まあ、それ人それだよね。うん。まあ、確かにそっちの方が安いんだけど。でも、結構長持ちはしますね。うん。うん、長持ちする。うん。いかにその長持ちしないかするかで考えると、こっちの方が長持ちする、まあ、うん、わかんない。それは人それぞれだと思うけど、まあね。で、あと一つ、結構湿気とかに弱いんで、一回反ったら、まあ、反ったらね、結構濡れると、錆びちゃうんで、まあ、俺はいつも、使ったら、ティッシュとかでくるんで、水気をこう、パパパって取って、やって、乾かしてから、自然乾燥させてから、また使ってます。まあ、大体、どんぐらい持つかな。まあ、Amazon のあれで行くと、最初にこの2枚刃をね、結構長くなるんで申し訳ない。動画長くなったら申し訳ないんですけど、2枚一緒にこうやって入れて、まあ、セットするんですけど、セットして、まあ、大体これで1週間ぐらい使うんですよ。これで1週間ぐらい。これで、まあ、一回使ったら、一回取り出し、毎回取り出してさ、水分取り除かないと結構錆びるんで、まあそのメンテナンスは必要なんですけど。毎回ちょっと取り直してて、一週間ぐらいこれで使うと結構反り味が落ちるんで、そうしたら、これを二枚じゃなくて、一枚にして、してやると、
ソリアジもだいぶ落ち着いて、いい感じになるって聞いたんで、まず最初初心者の人は、二枚刃で始めてから一週間ぐらいしたら、一枚重ねやった方がいいと思います。そうするといいらしい。ってAmazonのレビューでありました。これは非常に俺は、ああ、確かになって。使っていくとだんだん、その反り味が落ちるじゃないですか。で、逆に落ちたから、フェザーのこのカミソリは本当に切れるんで、恐ろしいほど切れるんで、逆にこう反り味が落ち着いたところで、一枚重ねに戻してやるっていう、ね、方法でいいと思います。確かに。と思いますね。ということでね。皆さん。長くなりましたけど。まあ、こちらね。まあ、非常に切れる。一枚刃カミソリ、ね。まあ、こういうのもね。俺がハマってるということで。うん、まあ、そのうちハマって、まあ、他にもこの、フェザーじゃなくて、メーカーが違う、このカミソリ。このカミソリね。まあ、メーカー自体違うんで、ソリ味とかも結構違うらしいんですけど、そのカミソリの、まあ、レビューとかもするかもしれないです。ただね、まあ、これでも十分いけるんだよな。フェザーでも十分な。二枚重ねにすると非常に綺麗味が落ちるんで。まあ、初心者の方は、100% 絶対に、1枚では使用しない方がいいです。恐ろしく切れるんで。それだけは何度も言っときます。恐ろしく切れます。切れ味が半端ないんで。ということでね、皆さん、興味ある方ね、ぜひ、これ、下のね、詳細の方に、URL 貼っときますんで、こちらね、まあ、1000円でお釣りが来ますんで、で、しかも2枚、刃がついてくるんで、ぜひ、購入してみてはいかがでしょうか。まあ、これを購入したら、まだね、このフォルダー自体が結構、いろいろなメーカーから出てますんで、そのね、フォルダーをね、まあ、俺これしか持ってないんですけど、まあ、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、お疲れ様でした。